きチャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、はい、中日とソフトバンクです。はい。はい。中日。はい。まずは。中日はね、ほぼほぼサバイバルだね。はい。まあね、去年5位。で決まってんのはキャッチャー。木野拓。まあ木野拓と桂の多分併用だと思うんだよね。はい。だって里崎賞だから。そうです。里崎賞が。しかも全項目クリアで。うん。里崎賞が確定じゃなかったら。はい。そもそも何やってんねんって話だ。そうですね。チームとしてよ。はい。本当に。まあ確定ですね。でビシエド確定でしょ。で大島センター。京田選手。京田もまあ確定かな。あとは話によるとよ。はい。高橋周平がセカンドの練習ばっかりさせられてるらしくて。へえ。秋のキャンプで。周期練習でしかも特に何か言われるわけでもなく、まあどこでも守れたらいいじゃんって言ってサードの練習全くなくセカンドの練習ばっかりさせられてるらしいんだよ。でこのキャンプが始まったらよ、セカンドの練習ばっかりさせられてるとサードに必ず石川が来るんだよ。もう多分出そうみたいなねっていうところで、そうなったらよ、もうセカンドは高橋、サードはもうサバイバルよりも石川を使おうっていうチーム方針でいけばよ、もう内野ノーサバイバルです。ああそうですね。これはねチームの方針によるからね、どうなるのかっていうところはあるけども、実質的な確定選手でいうとビシエド、京田、高橋周平はまあまあ確定かなっていうところになるけども、この高橋がセカンドの練習ばっかりさせられてるっていう情報をつかんで、わあじゃあそう見るともう誰かをサードに使いたい、じゃあ石川選手だってね、もう石川しかないじゃんね、はい、そしたらもうノーサバイバルになります。ああ本当ですね。なんやかんや外野もで外野は、はい、まあ、ネオライトで使いたいらしいんだけども、まあ、ここはサバイバルだね。外野はね大島は多分確定してるのよセンター、はい、あとはね全員ねサバイバル、じゃあ外野2枠、サバイバル、はい、でもし石川がバットしなかったら、うん、セカンド、阿部なのか、岡林なのかっていうそのね若い選手もいっぱいいるから、そういったところもサバイバルになってくるから、まあ外野2の内野1っていうところがサバイバル的な感じかなと、っていうところになるから、まあでも高松とか岡林とかは使いたいらしいのよ、チームとしてはね。そこがね、まあ、どこに入ってくるのかネオとかね、っていうところにもなってくるけども、はい、まあ内野1外野2、あとはねブライト鵜飼っていうね、あそうだところのドラフト1位2コンビっていうところもね、そうですよね、まあどこまで出てくるかっていう、野手をまたこうパワーアップさせようとして取ってる1位2ですからね。あとアリエル・マルティネスが外野を守るっていうところもあるらしいからね。はい、そういったところでまあどうなってくるかっていうのはあるけども、はい、まあでも石川高橋周平のセカンドばっかりの練習でキャンプ始まってみて、そうなってるともう石川サードで使いたいんやってなると、もう本当のサバイバルはキャンプでの外野2です、はい、そうですね、まあ、キャンプでどういうその高橋周平選手が練習してるかとかにもよるけどね、もし高橋周平がサードの練習してるとセカンドもサバイバルになってくるから、はい、だセカンドとまあ外野2っていうところになるかな、はい、でも外国人補強してないからね。そっか、そう育成でねアルバレス、ピッチャーね、あとガルシアっていう野手取ってきてるけど、ここがどうなんていうね、まだルーキーの1位2位でまあいいと思ってる、あとビシエド選手いるしみたいな、でもどうねそこら辺がまだねちょっと俺の最下位予想っていうところもなんだけど、まあそこら辺がちょっとどうなんだろうっていうところはあるけども、まあ外野2と内野1ぐらいがかなっていうね。でピッチャーね防御率1位だからね、はいそうです。でも先発は柳ね、大野、梅津投手、あとまあ小笠原投手で、まあ福谷も確定かな、でロドリゲス、まあ先発2ぐらいのサバイバル枠はあるね。はい、でリリーフがライデル・マルティエス、ソブエフクはまあ確定だよね。はい、でそこにね又吉がいたけどもFA 出ちゃったから、まあ、あと谷本とか橋本、田島で鈴木博士っていうところが、であと岩崎ね、はい、ソフトバンクから来る、あと先発あれだね、松葉、はい、まあでもまあそうだね、先発に下位1だからリリーフに、うん、だまあピッチャーは3、4人はあるね。ありますね、うん、頑張ったら、うん、防御率が1位のチームだけど結構枠は空いてると。そう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 、うん、だからこうなんか併用しながら良かったりもねしたところもあるし、はい、あと又吉が抜けてっていうね、うん、ところもあるんで、まあでもまあ1、まあ、ピッチャー3人は空いてるね。はい、そうですね。ピッチャー3人だから先発リリーフは3人はサバイバルだね、うん、そういった感じで。でもまあね補強してないからね外国人投手もね。へえ、そうなんですね。だからチーム内からしっかりね、はい、うん、レベルアップしてっていうところになってくるんで、うん、はい、まあちょっともうちょっと外国人取ってきた方が良かったんちゃうかって思うところもあるけども、まあ、これからちょっと様子見てまた取ってこよう。どうなんだろうね。でもまだね今新規入国がなかなか厳しいからね、うん、だから新外国人選手遅れてるところもあるから、はい、あと陽性者に、ね、うん、なったりとかしながら、まあ、どうなんだろうっていうところもあるけども、はい、まあ結構空いてるね。そうですね、まあ5位だからね、はい、それはそれは楽しみですね。だからそこを埋め切れるかっていうところがね、はい、まあ勝負になってくるね、うん、で続いて、はい、おね、王者だけども B クラスに沈んだソフトバンク、はい、ソフトバンクは、まあ、キャッチャー甲斐決定、うん、で中村晃、今宮、ショート今宮選手が確定。いやーショート確定じゃないよね。今宮もちょっと怪我がちだしね。まあ怪我しなかったらっていうところもあるけどね、うん、すごくないこのガルビス4億2,000万よ。わお、すごい。チームにとってレアなスイッチヒッター MLB 通算109本塁打をマーク。その打撃以上に高く評価されるのが守備力だ。本職のショートのほか内野ならどこでも守るユーティリティ性でレギュラー争いに食い込む、うん、本職はショート。すごい。でセカンド予想という、うん、でサードを守れる、うん、でもしよ、はい、ガルビスがでも確定は、はい、栗原、柳田、甲斐、はい、中村だけだと思うんだよ、うん、であ DH がグラシアル、はい、外野一つ、うん、下手したらよグラシアル、レフト、センター、柳田、ライト、栗原もあるからね、はい、でDH デスパイネとか、はい、っていうのもあるから。サードそしたらあれですか。でもガルビスはどっかには入りますもんね、うん、でガルビスショートってミモリがね、はい、去年良かったセカンドもいるし今宮でガルビスがサードの今宮、ミモリっていうパターンもあるし、うん、そうかマッチはまあちょっとベテランでこうそうそう全試合難しいからそこをガルビスがどう回るかっていうところもあるけども、うん、本当に使い方によったら空いてないけどね。使い方によってはそうですね、うん、人としてはそう、うん、だからまあセンターでワンポジションはセンター柳田じゃないの。だから俺レフトグラシアル、はい、センター柳田、うん、ライト栗原、はい、で DH デスパイネ、うん、でファーストに中村晃、うん、でガルビスをどこに使うかによって、うん、ガルビスセカンドだったらショート今宮のサードマッチかリチャード、うん、はい、でガルビスがサードだったら今宮三森、うん、でショートだったら三森、マッチかリチャードみたいな。はいはい、じゃあその辺りでこうどうなるかっていうということは、うん、ノーサバイバルです。うわー、ソフトバンクもノーサバイバルかそっか、うん、そうなってくるよね。はい、こうなってくるとね、うん、うん、ただこの人を動かすだけで、はい、だからそこに誰かが加わることあるけども、うん、そこに全くまっさらで、はい、フリーポジションみたいな、うん、誰が来るかみたいなはないね。そうですね、うん、うん、ガルビス4、ちょっと早く見たいね、はい、4億2,000万よ。まあもうノーサバイバルだね、はい、これはちょっとガルビス楽しみですね。スイッチヒッター、はい、スイッチなんだね。どうなるのかっていうね。でピッチャー戦がね絶対決まってる。武田翔太かな。でもレイぐらいちゃうわ。なんかソフトバンクにしてはあとは本当にいやいるよ、和田とか東浜とか石川修太とかいるよ、笠谷とかいるけども確定かって言われると確定じゃないね。そうですか。だから俺は武田もどうなんやろっていうのもあるけど 100% 確定なのは千賀と多分レイだけなのよ。だからもう4フリー、ソフトバンクでピッチャー4フリー、4フリーです。はい。選抜。でその中にチャットウッドっていうピッチャー取ってきてるんだけど、まあリリーフなのかな。チャットウッドは先発もできるって書いてるけどリリーフかもわかんないね。でリリーフはねチャットウッド、モイネロ、森、又吉、バンド、津森、甲斐野、泉投手とか、泉とか、加山、松本、リーフいるね。リーフいますね。先発よのみサバイバル。でも4つ空いてる。誰が入る？すごい。結構はサバイバルだから、まあそのね、武田とかそこ和田とか、あとはまあ和田もね、ローテーションずっと回すのは無理だから、あと笠谷とかね、そういうところで、あと高橋礼とか石川とかね、選手はいるけどね、でもバチッと 100% 確定かって言われると、なかなか 100% 確定じゃないと思うよ、千賀と礼以外は。そう考えると頑張り次第で入れるんだよ。入れますね。4と4はなくて3は空いてるんだよ、100%。リリーフはちょっとほぼほぼ空いてない。リリーフ結構鉄壁ですね。鉄壁。昨年ね、ちょっと悪かったっていうところで、このリリーフもね、こうチャットとか取って、又吉もね、取ってきてるっていうところもね。去年は森投手とモイネロ選手はいなかったんですもんね。森、モイネロ、岩崎もいなかった。そうですね。全員揃ったところほぼほぼないからね。誰か常にいなかったから。今年全員揃ったら結構すごいですね。そうだね。いいね。でもちょっと先発がね。先発そうですね。誰が入ってくるのかっていうところはまあ楽しみではあるけども、野手はノーサバイバルだね。あとちょっとガルビスがね、ちょっと楽しみだね。そうですね。じゃあどんな感じなのか。4億2,000万でスイッチヒッターでもうね。34歳。あとどこ守るのかっていうのもあるけどね。これが本当にうわすっげえじゃんって言ってアンドリューアダムジョーンズみたいな、あれちょっとメジャーの時と違うねみたいな感じにならないことだけ祈りたいね。そうですね。ちょっと早く帰られる方とかも今までには結構いらっしゃる。いるからね。まあそこら辺どうなるのかなっていうところもあるけど、やっぱ4億2,000万だからね。非常にね楽しみな選手ですね。早く日本にね馴染んでね、いいプレー見せてほしいですよね。はい。じゃあキャンプ楽しんでみましょう。はい。